カール・シュミッツ・プライスは、ドイツの画家である。主にデュッセルドルフで活動した。デュッセルドルフをシュートとする、ノルトライン・ベスト・ファー練習のスーヒター・シャイトで生まれた。デュッセルドルフ美術アカデミーで、ヨハン・ペーター・テオド・ール・ヤンセンや、エドアルト・フォン・ゲープ・ハルト、クラウス・マイヤーに学んだ。本名のカール・シュミッツに、地名にちなんだプライスをつけて、画家としての名前にした。 ノルトベストファーレン州のオーベル・プライスは、シュミッツの兄の家族の家があり、しばしば滞在した場所だった。1907年末から1908年の時期に、仲間の画家とニーダーラインの画家グループを結成した。メンバーには、コール・シャインやクルー・ヘン・リッツェン・ホーフェン、バルター・オフェイ、プリュッケ・バウムらがいた。1910年の夏には、オフェイ、プリュッケ・バウムとに3ヶ月イタリアに滞在し、 明るい陽光のもとでの風景を描いた。1913年から1928年の間、デュッセルドルフの美術家協会、マルカソンの会員であり、デュッセルドルフなどの展覧会に多くの作品を出展した。風景が、生物が、人物画を描いた。ありがとうございます。